はい、始めました、もちゃチャンネル。さあ、いよいよ出ました。この動画が出る頃に出てるかな。はい、速読英熟語の改訂版でございますね。さあ、こちらでございますが、やりました、全部。はい、全部読んだし、聞きましたよ、音声も。ということで、そちら見ていった感想をお知らせしようかなと思いますね。はい、まあ、いろいろと見て、だいぶ変わりましたよ。もう厚さがね、かなり厚くなりました。ページ数めっちゃ増えましたし、変わったところがたくさんあるので、そちらをですね、ちゃんと話していこうかなと思いますね。さすがにね、全部やったんで、全部聞いたんで、だいぶ詳しいレビューができるかと思いますね。まずまあ、速読英熟語っていうのは、文章があって、その文章中に、こう、熟語が出てくるわけですね。それを文章を通して覚えましょうというコンセプトのもとに、できているわけなんですが、過去のものはですね、はい、後ろの方にドドドドドドッとですね、はい、熟語ですね、文章の中に出てない熟語もダダダダダッと載ってたんですけど、こっちはもう文章中、あ、ただ4コマ漫画もあったんで、はい、4コマ漫画とその文章の中に入れているっていう風になっています。だから全て文章付き。それがまあ大きな違いで、その文章っていうのは全てオリジナルですね。ただしここですね、私全部読んだんで、これがちょっと他の人たちのレビューとは違って言えることがたくさんあるなと思って、トピックなんですけど、これトピック当てにかかってます。はい、入試で品質するトピック、そして最近よく出てくるトピックっていうのを入れてるので、つまりまあリンガメタリカ的要素ですね、が結構入っているなっていう印象でした。で、この全部を読み、さらに聞いた感想としては、序盤に最近よく出るものがかなり多いですね。最近よく出てくるよ、流行りだよっていうトピックが序盤の方に出てきてて、で、後ろの方は、まあ、よく出てくるトピックですね。よく出題されるやつ。まあ、今年まで睡眠出るよとかって言ったと思うんですけど、プラスチックゴミだったり、水不足の話だったりとか、まあ、いろいろあった。ほとんどがそうですね。ちょっと後ろの方にだけソーシャルメディアかな、最近のトピックが一個だけ後ろの方に入ってて、で、ほぼほぼ知ってます、僕自身。だから内容を。もう入試問題で見たことがある内容、もうこの年のこの大学のこの問題を参考にして作ってるだろうなっていうのも分かるぐらい、それぐらい有名なのがずらずらずらっと並んでます。見たことないの1個だけだった、1つだけ全く知らないトピックっていうか、初めて聞いたわこれっていうのが、どこだったかな、30番台だか40番台だかに入ってましたけど、分析対象校っていうのがあって、ここから取ってるので、はい、だからまあ僕自身もその過去問ね、毎年毎年解いてるので、ほぼほぼ見たことあるよっていうのにね、なるのが多かったですね、内容としてね。で、だからだいぶ変わってます。じゃあ続いて音声ですね。はい、音声どうだったかっていうと、ナチュラルスピードとハイスピードっていうのがあって、文章だけじゃなくてこの見出し語だったりとかにもついてるんですけど、ナチュラルスピードっていうのがまあ共通テスト、あれ共通テスト実際出てくるナレーターさん入ってますよね。で、女性男性女性男性っていう順番でやっていくんですけど、で、会話のところですね、4コマ漫画の会話のところだけ2人出てくるっていう感じなんですが、女性の方がちょっと遅い、多分読み方スピード2人で違うなと思った。で、ハイスピードの方がトイックぐらいかな、うん、速度的に思ったのは。だから自分にとっては全然ハイスピードって感じじゃないので、だからハイスピードで全部聞いていきました。で、リスニングの勉強にもなるようになってるなっていうのは思いましたね。で、レベル的にですね、そう、語数を大体同じぐらいにしたって、150ぐらいでしたっけ、それでもまあ差はあるんですけど、いや結構難しいのも入ってますよ。だから2等小馬線レベルだったらだいぶ知らない表現もたくさん出てくるだろうなって思う、うん、これ見ながら、ああそうそうそう、これこれこれ、はいはいはい、これこれって思ういうのいっぱいあったからね、結構レベル高いのがあります。で、赤と青の字が、ね、こういう風に分かれてるわけなんですけど、赤の方が熟語として、で、青の方が構文とか、こういう風にここの文法項目で何ページにありますよっていうのが書いてあるんですよ。で、そこの後ろの方のページに行けば、まあ別冊のやつなんですけど、そっちに行けばその解説が書かれてるっていうやつです。この対応はなかなか面白いと思った。文章ページの次に赤字のところがバーッと書いてあって、なぜか赤字のページのところが青なんですけど、で、青字のところが赤でこういう風にね、書かれてるんですけど、めっちゃ面白かったです。さらに、あー、これもっと自分だったら解説するだろうなとかっていうのがあったりするんですね。そういうのは大体解説されてます。このそれぞれの熟語に解説もあるので、その熟語の解説の欄により詳しく書かれてたりとか、もちろんさっき言ったようにこの文法事項のとこに飛んでいけばもっと詳しく見れるよっていうのもあるし、さらにはこの文章自体ですね、文章自体へのプラスの解説もついてるんですよ。そこに大体載ってる、あー、この構文とかみんな知らないでしょうとか、あー、これわかんないでしょうって思うところがあるんですけど、それはもう大体構文解説が載ってます、後ろに。読みながら、ああ、ここなんで触れてないんだろうって思って、後ろ見たら、ああ、やっぱ触れられてたってなってるね。
そして詰め込んでる、めちゃめちゃ情報を詰め込んでますね、はい、でネイティブチェックもしてるなっていうのは分かる。本当はこう書きたかったんだろうけど、ネイティブがいやそれ仮定法にしないからって言って直接法になってるんだろうなとかっていうのもね、実は分かったりします、見ててね。であとは最初の方に説明いろいろ書いてありますんで、そこをねあんま見てない人も多いと思うんですけど、そう前置詞副詞のコアイメージの解説とかっていうのも載ってますんで、まあ、これも役に立つんじゃないかなと思いますね。こういうのが分かってから暗記していくと役立つと思いますし、まあ、とにかく何週もできるかなっていう、情報量すごく多いんで、例えば一つのね単語にだって派生語めっちゃいっぱい出てきてます。一つの単語にも派生語ガンガンガンって載せてくれてますからね。これ昔僕が単語特急3っていうのでやった方法なんですけど、はい、とってもいいこのつなげてる感がめっちゃありますよね。まあ、若干そっちの意味で載せるんだっていうのあったりもするけどね。あ、ただそれ後ろでちゃんとよく出る方の意味も載ってるのでいいんですけど、あとはそうかこの文章ここまでしか載せられないかっていうのももちろんありました。あ、もうちょっとここ詳しくね載せてあげれば背景知識もっと載っけられるのになみたいなのはありました。ただ後ろのその付録側でめちゃめちゃ解説されてるので、ぜひそちらもね有効に使っていただければいいんじゃないかなと思いましたね。で勉強の仕方としてはレベルによって分かれるかなと思いますね。もうかなりできてるよっていう人はもうリスニングからいっちゃっていいと思うし、それちょっとまだリスニングがきついなっていうんだったら文章からいけばいいし、いやそもそもこの文章に出てる表現まだまだ全然覚えてないよっていうんだったら後ろの熟語を覚える方からいけばいいと思いますね。だから普通に熟語帳だけど構文の勉強、短いこの長文を使った文法構文の勉強ができる参考書っていう感じですね。だからコスパがいい、を覚えてって、で、1週とか2週とかしてったら、新たにね、この派生法も覚えるとか、いろんなところに覚えるものが入ってますんで、長文だけじゃなくて、それぞれのところに例文もついてますんで、はい、非常に使いやすくできておりますので、まあ、おすすめだなっていう感じですね。はい。普通に読むだけでも、なかなかの読み応えになると思いますよ。ぜひともチャレンジしてみてください。いや、なかなか手応えあると思いますよ。はい。だってなんかすぐ読み終わるかなって思ったけど、なかなか読み終わんなかった。かなりの情報量だったので、相当時間かかったもんね、自分自身にもね。本当はもっとなんかすぐに動画出したかったですけど、いや結構何日間も読みましたんでね。はい。で、読んでもらうと分かります。言ってた意味が、そういうことかって分かるし、で、入試問題いっぱい解いてるね、その先生たちだったら分かります。あ、はいはい、これよく出るよね。はあ、早慶でここ出た、早稲田でここ出た、はあ、慶応でここ出たとか、ああこの文章のトピック、はいここで出たよねっていうのが分かると思います。参考書いろいろやってる人も分かると思う。ああこれあれと同じじゃんって多分分かると思います。という感じでとってもよくできてると思います。はい、ということで文章70プラス4コマが4つかな、ぜひたくさん読んで、そしてもう普通に覚えるプラス背景知識もつけて、で構文の復習にもなる、そういった参考書だと思ってください。はい、ぜひとも自分でお手に取って見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。